今回の動画では、1、コピーする曲の適切な難易度、2、どれぐらいの完成度を狙うべきか、この2点について実際に行われた実験のデータと僕の実体験を交えてお話しします。まず先にこちらの図をご覧ください。こちらはコロンビア大学の実験データのグラフでして、学習の細菌接待と呼ばれる現象が分かったものです。実験内容を簡単に説明しますと、実験参加者を難易度別に1、難しい、2、なんとかなりそう、3、簡単すぎるの3グループに分けてテストをしました。その結果分かったのが、問題が難しすぎても簡単すぎても集中力ややる気が下がり、なんとかなりそうレベルの時に最も集中力やる気が発揮されることが分かったんですね。つまりちょっとムムってなるぐらいが成長もするし楽しめるしでいいんだねってことが分かる実験なわけです。その前提を踏まえて考えると、まずコピーする曲の適切な難易度は、簡単すぎず難しすぎず、ちょっと頑張らなきゃいけないレベルが一番楽しめるし集中できるし、楽しければ練習時間も伸びやすいでしょうし、結果的に上達しやすいだろうと予測できますよね。ちなみに100曲コピーマラソンをする時も、師匠からちょいムズって感じる曲をやれって言われてました。確かにもう少しでなんとかなりそうっていう難易度の時に一番白熱してたよなって思います。でもう一つの完成度はどこまで狙うべきか問題なんですが、まず100点を取らなくても量をこなすうちに上達していったという実体験があります。そして師匠からも、そこそこでいいからいろんな曲をまずやれというふうに言われていたのもあって、初心者のうちは完成度100点を追うよりも一旦幅広くコピーしてみるっていうのは良さそうだなと感じてます。その上でなんですけど、コメントでいただきました完成度の目安という話は、僕の感覚としては今は60から80点でもいいから一旦幅を取りに行こうという感じでした。ただコメントされた方が100点までひたむきにやり続けられるタイプの方なら、それもまたいいんじゃないかと感じるんですよね。上達についての研究って結構行われてるんですけど、やっぱり練習した総量の影響って大きいことが分かってまして、例えば音楽学校を調査した例で言うと、トップクラスの子たちは入学時点で7000時間超えの練習量だったのに対して、優秀な子たちは5000時間台、その下のクラスの子たちは3000時間台と、実力が高い子ほど練習時間を多く積み重ねているのは間違いなかったわけです。その上で考えてみると、1、ちょっと難しいことに取り組んでいる、2、たくさん練習しているの2点を抑えることが最重要ポイントになってきそうなので、100点を長い時間かけて追う中でその曲に飽きてしまって、練習が嫌になって練習時間が下がっていくっていう結果になりそうなら、飽きたタイミングでどんどん次の課題に移った方がいいのかなと感じます。ただ人それぞれの性格ってあるわけですので、どのスタンスがいいのかはやってみて自分に合うのか判断するのがベストだと思うわけです。100点を目指すのが性に合う方は目指して、100点を目指すスタイルを試してみたけどやる気がだだ下がりしちゃったっていう方はこちら側の人なのかなと思いますので、今回の内容を参考にしてやってみていただければ幸いです。ちなみにやってる内容がコロコロ変わるのって大丈夫なのかって心配も出てくるわけですが、むしろやる内容が変わってった方が成長するっていう実験もありまして、それを解説した動画のリンクは概要欄に貼っておきますので、ご興味ある方はどうぞ見てみてください。というわけで今回は以上なんですが、また何か疑問点あればコメントいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。